おじさん、すぐにアレスに行く？ああ、出発しよう。じゃあ行こう。おじさんはミレニアムタワーに行ったことあるの？いや、俺もつい最近知ったんだ。まさかあの場所にあんなでかいビルが建ってるとはな。あの場所？昔いろいろあった場所だ。この町にいろんな思い出があるんだね。まあな。おじさんはなんで母さんを探してるの？話すと長くなるから。俺は弓を探しているんだ。それで妹の水木、つまりお前のお母さんなら何か知ってるんじゃないかと思ってな。そうなんだ。弓お姉ちゃんもどこ行っちゃったんだろう。お前はどうしてお母さんを探しに来たんだ？どうしてって、自分のお母さんだよ。ちょっとちょっと、あなたたちどういうご関係？どういうって？で、何？あなたこの子のお父さんかなんか？ああ、そうだ。ああ、本当に。じゃあ身分証明できるもんある？いや、ない。身分証明書もないの？困ったね。二人とも悪いけど、署まで来てくれる？ダメだよ、おじさん。私、ひまわりに連れ戻されちゃう。まあ、その辺も署でゆっくりね。ほら、行くぞ。ん？何やってんの？今逃げようとしたね。なんで逃げようとするんだね？ああ？はい、そこまで。ああ？おまわりさん。なんだい？これ以上お父さんのこといじめないで。は？お父さん、見た目の割に気が小さいの。だからさっきから動転しちゃってて、父に代わってお詫びします。だからもういじめないでください。ああ、じゃあ本当にお父さんなんだね。はい。お父さん、あんたいい娘さん持ったね。あんたももうちょっとしっかりしなくちゃな。もういいですか？ああ、いいよ。ユミはお前に手紙を届けに来てくれたんだろう？うん、お母さんからの手紙。毎月ひまわりに。最近ユミに変わった様子はなかったか？変わった様子？あ、そうだ。何があった？ユミお姉ちゃん、最近シャンプーを変えたかも。髪の毛すごくいい匂いがしてたんだよ。そう。ここだよ、おじさん。